水木しげるロードに設置された化け沿いのブロンズ像、百鬼夜行絵巻にある沿いの妖怪化け沿いは、日本の妖怪の一種で、沿いの妖怪。昭和、平成以降の妖怪に関する図鑑などに、掲載されている妖怪。古くなって、粗末に捨てられた沿いが化けたもので、夜に歌い出したりしたなどと解説されている。主に、水木しげるによる妖怪図鑑で、化け沿いは、 履物を粗末にする者の家で、夜間に、化け草履が、カラリン、コロリン、カンコロリン、マナグ三つに、ハニンバイと歌い出したと解説されているが、これは、佐々木禅によって、長寿草士に収録された昔話、履物の化け物を紹介したもので、実際、水木の描いている化け草履は歌に登場するような、三つ目、にも描かれておらず、解説と絵画は一致していない。 毅然によって、岩手県で採集された、この原話では、草履ではなく、履物と述べられているが、歯が二枚と自身の特徴を歌っている内容から見ても、草履ではなく下駄の話である。水木の解説は、あくまで、履物が化けたという別個の昔話を解説に、引用しているだけであり、化け草履とされる存在が、そのように歌ったとする昔話が伝承されている、わけではない。 村上賢治は、履物の化け物や、化け小げたのような存在は、履物を粗末にしてはいけないという教訓も含む、昔話の中に登場する存在として語られた、妖怪と位置づけており、現実的に身近な総偶譚などとして、化け草履が民間伝承されていたわけではないとしている。草履を妖怪として表現した例は、古くは室町時代の妖怪絵巻、百鬼夜行絵巻に、 藁の手足を持つ藁造草履の妖怪が描かれているのを見ることができる。江戸時代以後は草履の他にも足田などの履物が妖怪を主題としたおもちゃやすごろくなどを中心に超人お化けや父さんお化けなどのように描かれているのを確認することができる。これらの妖怪には昔話の化け草履のような要素は見られない。ありがとうございます。